被爆者国際署名の取り組み報告を行っていただきます。お一人目は岩手県老連事務局長の中村武さんです。よろしくお願いします。岩手老連の中村です。県原水業の一員として岩手の、被爆者国際署名の取り組みを報告させていただきます。岩手では昨年の、国際署名の提起を受けて、原水業としても平和行進の位置づけをして県内自治体や、議会への賛同を呼びかけてきました。国民代表党岩手県実行委員会という組織で、毎日自治体キャラバンを行うんですが、そこでも、市町村の首長にこの署名についてご紹介をしてきました。盛岡市では本当はその場で盛岡市長が採用していただくということもありました。また盛岡で行っている6級合同には被爆者の方と一緒に参加していただきながら被爆者自身が署名を呼びかけるということで続けています。やはり署名をしていただいた方が被爆者がいらっしゃっていますということでお話しますと、わざわざこう近くにいただいてですね、頑張って声をかけていただくということで運動が進んでいるということが大事だなというふうに思っているところです。そういう中でこの署名を県全体で進めていく連絡会を作ろうという論になっていました。やはりその被爆者が先頭に立って進めるということが大事だという中で、岩手県被団協の方から署名を進める岩手の会の結成を呼びかけていただきました。それを受けて、県水業や、岩手老連としても関係団体に声をかけて広げていきました。何よりもその被団協の皆さんが多くの関係団体のところがですね、今まで関わりなかったところにも広げて奮闘していただいたというのが大事だと思っています。12月17日の日に、被爆者国際署名を進める岩手の会が結成をされました。この段階では、当日は38団体、90人が参加をしたんです。62団体がその段階では、賛同を寄せていただきました。老人クラブ連合会や地域婦人団体協議会、また医師会、農協連、また県協連など現在では66団体まで前進をしているところです。この会には岩手県選挙連やまた原水金の運動を進めている平和環境センターと加入をして事務局として一緒に活動をして協力が進んでいるということが大事な点だと思っています。3月にですね、幹事会を開いて今後の具体的なものについて相談をしようということになっています。国際署名の目標、住民過半数の50万筆ということで確認をしました。署名の集約自体はですね、まだ本格的な行動がこれからということもあって、まだ8000をちょっと超えたところなんですけれども、地府協の皆さんはですね、5000を超えて集めていらっしゃるというふうになっているところです。そういう中で昨日ですけれども、岩手の28日に、岩手の会として、タスト岩手県知事に対して要請を行っています。そこには県議会の6つの会派全てが同席をしました。自民党の会派も一緒に同席をしていただきました。その中でタスト知事、岩手から核兵器廃絶の声を示すのは重要だと思う、私もサインしますということでその場で署名をしていただきました。こうしたことを力にしながら、地域で共同を広げていけば住民過半数を達成させるということができるだろうと思っています。この組織づくりをぜひ進めていきたいというふうに思っています。これが成功するならば3年間で50万筆達成ということが視野に入ってくると思っています。こうした共同の広がりの背景にはこの間積み上げてきた岩手の運動があると思っています。イラク戦争を発端にして県政協連が独立になりながら、いわゆる社民系の労働組合の皆さん、自治労やですね、学業層の皆さんとも一点共闘ということが作られてきました。憲法9条を守る運動や戦争を廃止というのにもそれがつながってきています。そういった中で市民が力を合わせて野党が共闘という呼びかけを進めながら昨年の参議院選挙での野党統一候補の勝利につながってきたという流れがあると思っています。岩手では県大会だけではなくて各地域のところでもこうした戦争法廃止の一定程度の共同組織というのができてきています。これを被爆者国際署名にも土台にして広げていくということがこの後重要だと思っているところです。今全国でそういった共同を広げる実践というのが進められているという、そういう努力がされているというふうに思っています。核兵器廃絶の歴史的なチャンスを迎えている今こそこの共同を大きく広げて
して、圧倒的な武力で核兵器禁止の大波を作り出していこうではありませんか。そして安倍政権を追い詰めて、核廃絶に背を向ける日本政府の姿勢を根本的に転換をさせてまいりましょう。核廃絶に向けて私たちも頑張ってまいります。全国の皆さん、ご一緒に力を合わせてまいりましょう。ありがとうございました。